押し形とは立体構造物を塗料を用いて平面に映し取る行為。その所作が立体構造物に紙を押し付ける様子から押し形と呼ばれる。刀剣押し型の歴史は古く、最初の目的は刀剣を描き出すことにあった。室町時代に名と中継を写生したところから始まった。これは偽名に対する知識を伝えるためと考えられる。 安土桃山時代には、刀身の姿、波紋を写生するに至った。本阿弥三則による、豊臣秀吉愛像の名刀を写し描いた、三則推し家たちが著名である。これは、自身の愛刀の様子を他者へ広く見せるための手段だったと考えられるが、姿、波紋を墨で描き出すため制作は困難であった。幕末になり、固形墨を利用して、刀剣の外閣、 中家を紙へすり出し、波紋が描かれる、現在の刀剣押し型の原型が完成した。この古形墨は、石花墨と呼ばれるが、当初は中国から輸入されたと思われる。江戸時代において、刀剣押し形を作成するのはもっぱら将軍家であり、朝鮮通信誌によって、石花墨が伝えられたと考えられる。波紋はお抱え絵師に書かせたものとみられ、描写は細かくないが、 ポイントを巧みに捉えている。明治時代になり、鉛筆が使われるようになってから、鉛筆による波紋描写が行われるようになり、より正確な描写が可能となった。しかしながら、複雑な波紋を見て描写する行為は依然として、困難な技術であり、ごく限られた人間しか描けないのが実情である。現在に至るも、鉛筆による押し形と墨による押し形が並列して、 行われており、刀剣研究、鑑定の一助として、または刀剣賞の通信販売雑誌の手段として多く用いられている。刀剣の姿、波紋の表現の美しさを鑑賞するために表像されることがある。ありがとうございます。